えー、お疲れ様です横山さん、えー、とメールの方ありがとうございます、まあ随分久しぶりになったような気もしますけどもこうして返信いただいてみるとね前回やり取りさせてもらったのが本当にこう何日か前ぐらいのものかなって錯覚してしまうぐらい割と身近な存在になってるんですよね。まあ、映画の件もお話しいた,だいたんですけどもドニー・エンねやっぱりこうもうすぐ60ということであの年は重ねているんですがまだまだ全然ねやっぱこう一流の美術家ということで。 まあ俳優なんですけどもどちらかというと私たちにとってみたらもう武術家でありねその英春剣の達人って感じがしますけどもますますねたくさんの映画を出してくださっててなんかそのデブゴンっていうやつもあるんですよデブゴンっていうと昔その「サムハンキンポ」のシリーズかなと思ったんですけどもんなんかその東京六本木でね暴れまくるこのドニー・エンの姿も今回見れるということなんですけどもこの東京六本木のセットっていうのが。 本当にね歌舞伎町の,その街の風景をそのまんまセットで作ってしまったというねいわくつきのいわくというか何のいわくかあれですけどもちょろっとメディアでもね評判になったらしいんですよでもあまり映画はヒットしなかったみたいですねパート2が作られてないところでその辺が伺いすることができますけどもんまあ、これもなかなか面白いんで見ていただきたいかなというところでございますそれから「スクールウォーズ・ヒーローね」ねこちらの方はね 本当にこういい作品であっという間に全部見終わってしまうぐらいのもんで何回も何回もついつい目を通してしまうわけなんですけども,もうやっぱなんかこうねあのハートでぶつかっていくところとかっていうのは映画を通じてでも俳優の演技を通じてでもなんかこう変え難いものがあるかなっていうね、うんまあ、またね、まあ、昭和史観か,かっていうふうになっちゃいますけども、うん、いやでも平成にしても令和にしても新しい時代が来ても その昭和の根性を上回るようなね作品が出てないのは出てないんだろうなと思うんですよ。まあ、もちろん昭和時代に作られた作品がたくさんあってその中で優秀なやつをピックアップして今のさまざままだ評価されてない作品と比べるのは不公平だなというところもありますけどもね。 今、ね、40代とか、まあ、50代ですね50代を生きる人の青春のバイブルとかあの、まあ、かっこよさってのは何かなっていうのの、まあ、指針になったんじゃないかなと思うんですよでそれをまあ上回って余りあるぐらいの作品スクール・ォーズ・ヒーローに仕上がってるんではなかろうかと思いますねであと FX ですね FX のフラクタル構造っていうのは、まあ、まさにね人生にもそのまま使えるんじゃないかなと思うんですよ、まあ、要すするるに簡単なこととを解決する能力と 複雑で難しいことを解決する能力って実は一緒なんだろうなと思いますよね。うんで難しいことっていうのも難しく見えるだけで分解していくことによって因数分解することによって全部シンプルな問題になってくるんですよね。あの二進数ってその二進数っていうのも複雑な計算をするんですけどもこう分解してみると0と1の組み合わせでしかないわけなんですよ。だからすっごくね簡単なオンオフ0と1のどっちかですかイエスのどっちかですかの組み合わせによって 複雑な決定もイエスなのかノーなのかっていうふうに振られてることを考えると、結局私たちがね、難しく考えていることでも、あの結局は最後はイエスなのかノーなのかに帰着するわけなんですよね。それ以外の答えっていうのは結局出なくって、決断するのが難しいとも言えるわけなんですよ。うん、だから私はね、その難しい問題はあの自らが難しくしてるんだろうなと。うん でテクニカルってものを当てはめてみるとその人生にもテクニカルみたいなものあると思いますけども回回答答ががが出るるんんでですすすよよねでその回答を実行する決断が人にななないい勇気だけかなと思うんですよ、うんまあ、何にしてもそうですけど進路を選ぶ時でもこっちの進路で良かったのかないいのかなっていうふうにやっぱりねまだ完了してないうちは結果は分かんないんで不安ですよね。 そそれこそ絶対に大丈夫、合格率 80%90% ですよっていうふうなことに対してでも絶対はないし100%ではないわけですよあのたまに聞く例ですけどもしっかりと受験勉強をしてきた人が受験当日に体調を壊してしまって結局受験ができなかったとかね、えー、実力が発揮できなかったみたいなこともあってこけるみたいなでその分だけ普段勉強が足りてなかったんだけどもたまたまその時 まあコンンディションが良くてでたまたま自分がやったところだけが試験に出たみたいな人が通るみたいな実力以外で判定されることも割と試合の場では多くてですねそういう意味で言うと100点満点だから合格できるってわけじゃないんだよっていうのがこの世の中には結構突きつけられてるんだろうなと思います。どんななにに自自分分がが落ち度がなくてて、も、自分の周りりをを取り囲む人に足を引っ張られて 結局一緒にズブズブと沈むっていうことはよくあることだと思いますし逆にですよ自分の力が未熟だったんだけどもいい人に囲まれて見越しにあげられてなんとなくなんかね繁栄を享受できたみたいな方もいると思いますしね、うんまあ、特にね私のところにご相談を寄せられているのは、まあ、結婚を機に人生が変わってしまったっていうこれ二つの意味があるんですけどね楽ができたっていう人と苦痛が増えたっていう方って分かれるんですよね。 しかもそれっていうのはあのまあかなり多くの問題をはらんでいるんですけどもすごく簡単なところにね回答っていうのがあって要するにその暮らしを続けるのかどうかっていう選択が毎日できるわけなんですよね。まあ、こういうふうに言うとなんかすごく寂しいことがね起きてるような気がしますけどもあの絆っていうのは常にそういうことなのかなと思うんですよ。まあだから FX の話に戻るとテクニカルで判断した。 バイヤセルっていうのがじゃあ実際にエントリーして利益が出るかどうかっていうのはこれ本当にわかんないんですよねというのはテクニカルでも高い確率でそうなるよってことなんでそうならない時もあるわけなんですよじゃあテクニカルで判断してロスカットを食らいましたでそれはテクニカルは間違いだったのかっていうとそうではなくて次も同じ波形が出た時には同じ決断をするとその繰り返しの向こうにあ。 確かに勝ち越すことができるないすの、ねまあ、で,すんで1,000回ぐらいトレードをしていくと、まあ、トレードの回数としては多いように見えますけども FX をやるってことはそのトレードが1,000回どころじゃなくて数万回っていうことをね生涯でしていくわけですから本当に何か,かりななわけなんですよね。その1,000回ぐらいのエントリーとそれから利確損切りの中であ確かに利益残るよねっていうふうに確認できれば。 テクニカルに対してものすごくく自信がつくというか精神力がついてくるわけなんですよ、ね、で結果技術が上がったと思いますし技術が上がって精神力がつくわけですから利益も残せると、まあ、そういった結果になるのかなというところまでは私もね、うん、説明できるところまでは理解できたかなってことですよね。何にしてもねあの相場に人生が含まれているとはよく言われることなんですけども、うん、なんかね結局は。 自分との戦いっていうとなんか妙に安っぽく聞こえるんですけどもよく言われることなんでねいやでも本当になんかこうビジネスと違って誰かとやってるわけじゃないんで、まあ、自分の弱さとかとどういうふうに戦っていくかとか自分のサボり癖とか後回しのまあいいやをどう抑え込んでいくかっていうのはね最も厄介な敵はまあ自らの心の中にいたっていうところが見て取れるんじゃないかなというふうに思う2022年でございました。 それではまだ、ね、今年は残り少ないですけども相場はもうあんまり、えー、ドラマチックなことは起きないと思いますが、まあ、それでもねあの人生はそれだけではありませんのでぜひね FX で培ったことを他の分野にも生かし他の分野で培ったことを FX に生かしていこうではありませんかということで今日のメッセージに返させていただきますそれれでではお疲れ様です。